創業182年、諫早市の老舗蔵元、紀の川。ここに清酒専門評価者という利き酒の資格を県内で唯一持つ女性の蔵人がいます。瀬戸律子さん。お客様の日常に寄り添えるようなお酒っていうか、普通にご飯食べてる時に何気に飲んでくださっているような感じのお酒作れたらいいなっていうのは思いますし。律子さんは紀の川の前の社長、瀬戸庄司さんの次女。庄司さんが2013年に68歳で亡くなった後、兄の新助さんが社長を継ぎました。県産酒をたくさん召し上がっていただける機会が。律子さんは以前臨床心理士として働いていましたが、2016年に家業に戻り、その後清酒専門評価者の資格を取りました。大吟醸と言われるものの香りの特徴として、やっぱり果物のような華やかな香りっていうのがあるんですけれども、そういう香りが日を追っていくごとに少しずつ分かるようになってくるというような流れを見せていきます。清酒専門評価者は独立行政法人酒類総合研究所が試験や認定を行っている利き酒のプロ免許です。清酒の製造過程や完成品の香りや味に異常がないかどうかを五感を使って評価分析します。リンゴが一番近いと思うんですけれども、すごくそのリンゴの香りが華やかにこう口だったり鼻の中に広がるっていうような感じの香りになってます。およそ30日間発酵させ、もろみを絞ると日本酒が出来上がります。律子さんの隣にいる男性は、紀の川の5人の蔵人を束ねる当時の田中博隆さん。律子さんの師匠です。当時から見た律子さんは、出来上がったお酒に対しても作り手の私からどんな味だったっていうふうに相談できるような相手になってくれたんでですね、すごくなんか頼りにしてます。もろみの経過を杜氏と一緒に確認し合えることで一つやっぱりその酒造りっていうところの手助けみたいなのにはなってるのかなっていう。律子さんが向かった部屋には、何やら理科の実験で使うような道具がたくさん置いてあります。何の作業をしているのでしょうか。ここはですね、一応もろみの状態を見るために行っているという感じで、アルコール度、日本酒度、酸度、アミノ酸度っていうのを測ってはいるんですけど、値を見て当時がじゃあ今からこれこれをしようとか、じゃあ明日絞ろうとか、そういったものを判断するための作業っていう風な感じになります。この検査はもろみの状態になってから6日目頃から毎日行っているそうです。カメラマンがこの部屋のあるものに気づきました。実はのれんのお酒だったんですね。なんで青いのがあるのかなと思って酒造りの図ですね。もともと酒蔵って女人禁制だったから、この絵に描かれてる人たちもみんな男性で、みんなふんどし一枚みたいな感じだんだんその例えば女性の蔵人だったりとか女性杜氏だったりとかも増えてはきてはいるんですけど、まだでも圧倒的に男性の方が多い。そんなお酒の業界で父の背中を見て育ち、父亡き後その偉大さに気づき、父の意思を継いで家業を担うと決めました。日本酒っていうその日本の伝統文化みたいなことをこう残していくっていうことだったりとか、地域に対、諫早市に対してこう貢献していくっていうことを、その自分の父親が結構やってたんだっていうことを知る機会があって、なんかそれをこうどんどんしていく中で自分自身もそのことに対する興味がすごく膨らんでいって、で転職しようかなっていうふうに思って、はい、蔵の人たちがこう温かく見守ってくれてるっていうところでの安心感とかはあったので、なんか
その不安に押しつぶされるっていうようなことはなかったかなっていう感じですね、はい、利き酒のプロに日本酒の楽しみ方について教えてもらいました。で、五感をフルに使ってお酒を感じ取るっていうようなことに気をつけているので、その辺をぜひ使っていただいて楽しみながら利き酒をしていただいたらいいかなというふうに思っております。わかりました。最初のお酒はこちら、大吟醸しずく絞り。すごいフルーティーな香りがします。酸味があって辛口ですけど飲みやすくて美味しいです。鼻から感じる香りと口の中で感じる香りとかあったりするので、うん、そこに違いがあるかどうかとかもちょっとぜひ試していただければと。続いてはこちら、スパークリングタイプの日本酒、純米吟醸黎明活性濁り。わー、美味しい。舌触りが全然さっきと違って、あ、シュワシュワした感じがすごい楽しめますね、はい、あ、そうですね、うん、はい、女性の方が日本酒に挑戦してみるっていう時のまず第一歩としていいお酒なのかもしれないです。視覚も楽しめるし、音とかそういった聴覚、あとは発泡感で触覚でも楽しめるしっていう感じで、楽しめる感覚期間がすごく増えるようなタイプのお酒ではあるかなと思います。続いてはこちら、特別純米原酒紀の川13。国際的なワインのコンテスト IWC2021 の純米酒部門で今年ブロンズメダルを受賞しました。最初に飲んだお酒よりもすごくすっきりしてて飲みやすいですね。アルコール度数が低い。あ、正解です。よかった。で、原酒の状態での13度なので、しっかりとした味わいも残しつつ、でもアルコール度数を13度に抑えて飲みやすさっていうところにもつなげる、味わいを残しつつも飲みやすさもしっかり保つというような、そういった感じを目標にして作ったっていうようなお酒になります。直売所を訪れるお客さんには、数あるお酒の中から律子さんは好みの日本酒を選ぶアドバイスもしています。自分が学んだことを生かしながらお話ししていく中で、こう少しでもこう喜んで帰ってくださる方がいらっしゃったら、なんかやっぱそれは一番嬉しいよなっては、はい、思います、はい、五感を研ぎ澄まし、日本酒の製造に情熱を注ぐ律子さん、今後の目標は。若い世代の方たちがちょっとやっぱ日本酒離れっていうのもあったりするから、やっぱり今まで自分がこう利き酒の中で得てきた知識をこう生かしながら、若い世代の方たちに喜んでいただけるようなお酒っていうのを作っていけたらいいかなっていうのは、今こうこれからの目標じゃないですけどとしては一つあります。日本酒を飲んだりとか、そこにまつわる文化だったりとか、食事とのペアリングだったりとか、そういうのって生活を楽しむすごい大きなエッセンスにはなるのかなとは思うので、なんかそれはいろんな方にこう伝えていけたらいいかなっていうふうには思います。